では最初に型をご覧いただきます。皆さんもご承知の通り、空手の発祥は沖縄です。現在全日本空手連盟で統一され、基本的に東流、甲州流、京都館流、和道流の4大流派となっております。もともと沖縄で手と書いてティーという武術が武器になります。その代表的なティーには釣り手、那覇手、泊まり手などがあります。その武術を沖縄の研究員たちはお互いに切磋琢磨をして技や型を継承してきました。そして日本本土に最初に空手を紹介した一人であります船越一樹先生が最初に行った方が高祖父と言われています。現在この方は総統館では関空大、和道流では空山空、須藤流では高祖父大という方で行われています。名称は違いますが、もともとは沖縄の天人たちが継承した方で、この方のルーツは同じです。それではここで同じ方を三流が同時に演舞を行いたいと思います。演舞しますのは京都館流の関空大を渋川風雄館指導員、福原秀樹指導員、それから和道流風山空を沼田県政会村松大輔指導員、そして須藤流の高祖君大を全中選抜浜名杯2年連続出場した空手アカデミー前橋市立広瀬中学3年生の浜田ひなさんが演舞いたします。それではご覧ください。それでは続きまして。